はい。えー、ついてですね、パーティクルプレイグラウンドです。えー、これはですね、まあ、パーティクルを作り出すといった形のエフェクトになります。まあ、いろいろとパーティクルワールドとかですね、パーティクムシステムだ2とかいっぱいあると思うんですけども、これどっちかというと比較的、まあ、使える方かなとは思います。で、えー、まずこのキャノンから説明したいと思います。通常ですね、時間が経つとデフォルトの状態ですと、こういう風うにパーティクルが自動的に生成されるんですね。で、えー、されるんですけど、ここで例えば1だったら1。 なんか今こう適当にこう敵のオブジェを割り当てるんですけども、はい。こういう風にですね、位置を移動させて場所を決めますよ。で、パーティクルの今度、えー、半径ですね。半径。まあこれ広がりですね。こういう風な全体的な広がりを演出することも可能です。そして、パーティクル秒。 これを増やせばですね、粒が増えるといった形になります。あと方向です。これ風向きみたいな感じですよね。どっちの方向にパーティクルが飛んできますよっていうのを演じることができます。そしてパーティクルの今度は拡散。はい。拡散方向ですね。こういう風うに傘状に広がっていくような、そういった拡散も可能です。で、速度。えー、これはですね、まあ極端な速度が上がれば噴射率も上がるということで、まあこういう風うにですね、噴火する、まあこういった 長さですね。そういったものも調整することができます。そして、えー、この拡散の速度ですね。こういったものも、はい、移動させることができます。はい、結構こうランダムになりますね。あと色ですね。今赤になってますね。例えば赤以外でも、えー、様々な色っていうのを変化させることも可能となっています。で、あとラストがパーティクルの半径。 え、これは粒の大きさですね。粒の大きさっていうのを決めます。まずこのキャノンのところではですね、こういった粒子の大きさ、まあ、方向、粒の、えー、ま、どのくらい使うかといった、そういったものを決めていくわけです。はい。え、その他の機能なんですけども、え、例えばこれグリッド上でのですね、え、パーティクルも生成することができるんですが、え、これちょっと重たいので、え、パーティクルワールドとかパーテム、パーティクルシステム2使った方がいいと思います。で、えー、っと、そうですね。 例えば、こんなの面白いですね。レイヤーマップでですね、レイヤーをしようということで、この粒を、まあ、レイヤーで置き換えちゃうっていうのがあります。で、これまたアフェコさん登場なんですけども、はい。このアフェコさんにですね、こう、レイヤーをやるとどうなるかというとですね、はい。こんなような感じになります。はい。どうなってるかというとですね、こういうふうに、要は、粒がアフェコに置き換えられちゃって、うわーっと出てくるっていう感じですね。まあ、あとこういった形で重力とかですね、えー、例えば、 はい、拡散力とか、まあ、その他いろいろといじることができるんですけども、えー、まあ方向とかこうやりますねこんな感じではいおこれはもしかしたらおー北斗神拳王義無双転生ですねこんなのができるんですね知らなかった、はい、でですね王義で遊んでる場合じゃないんですけども例えばこういった、えー、まあイラストがありますよねこのイラストを 3D レイヤーにしまして、まあ、こんなような感じでですね はい、移動させます。まあ、モーションブラーかけても全然構いませんので、まあ、こんなような感じでですね、えー、まずは設定してあげます。そしてですね、先ほどやったパーティクルですね、今度はこの花びらに当てます。それで花びらに当てましたら、まあ、こういった 隠す数値がありますんで、まあ、上から降ってくるような感じでヒラヒラヒラみたいな感じにしてあげると、まああの花が舞ってるような、えー、そういった効果も作り出すことができます。えー、例えばですね、これを 3D レイヤーにしますと、まあ、今ここお灸器とですね、あの後ろがあるので影とか落としたりすると、こういった花びらがですね、まあ、影が付きながらえ降ってくるみたいなそんな効果もできたりしますね。はい、例えばですね応用例としてはこうやってですね、A、えー、とこうやったところに対してトラッキングをつけますね。 トラッキング。で、トラッキングに対して、今のパーティックプレイグラウンドの方ですね。こちらの方で、えー、十字ですね。プラスキーの。はい。こんな感じで、キャノンのテキストがプラスってなってると思うんですけども、このプラスですね。これを入れておきます。で、プラスにしたら、これをまあ、ちょうど追っかけるような感じになるんで、まあ、くたなし、こういうような動きになりますよね。はい。 で、その動きを追っかけたら、今度グローですね。今かかってないんですけども、グローと、あとマットチョーク2つ入れてあげます。そうすると、まあ光ってるような形になります。で、パーティクルがどうしても1つで単調になっちゃう場合はもう1個ですね。追加してあげると、まあ色違いとかちょっとこう黄色みかかってますけども、そういったのを置いてあげると、こんなような形に構成されますね。伝報時で動画作りの究極奥義を極めてちょ